小奇卵は卵化小奇卵属の多年草。葉緑体を持たず、菌類に寄生する不正植物。なお、ヒガンバナ属の小奇髄染の別名でもある。ここでは、卵化植物の型について述べる。通年地下茎の形で生育し、7から8月の夏季の実下茎を地上に伸ばし、花を咲かせる。花茎の高さは10から25センチメートルであり、林ペ状の葉を持つが目立たないので、 地表から唐突に花序だけが生えた姿に見える。花は美しいピンク色を押しており、一週間程度で黒く、しおれる。不正植物であり、光合成を行わず、菌根を形成し、共生により栄養を得ている。不正植物の卵化は数多いが、多くは黒っぽい褐色、あるいは白っぽいものであり、このように華やかな色のものは珍しい。 別の意味で派手なものに土焼け火がある。名前は花の形をエボシをかぶった正気の姿に見立てたもの。北海道西南部、本州、四国、九州、薬島に広く分布し、産地の比較的日当たりが悪い場所に生育する。大分県や山口県他数県でレッドデータブックの絶滅危惧種に指定されている。禁煙種に キバナのキラ卵環境省の絶滅危具合 B 類、シナのキラ卵環境省の絶滅危具合 B 類があるが、共に個体数は少ない。この属の人工栽培のためには、卵菌根菌との共生状態を作る必要があり、キバナキラ卵において研究がかつて行われた。類似した名を持つものに、エョウキラ卵環境省の絶滅危具合 A 類、 台湾小規乱環境省の絶滅危合 A 類があるが別属であり不正植物ではない。小気乱日本のレッドデータ検索システム。キバナの小規乱日本のレッドデータ検索システム。シナの小気乱日本のレッドデータ検索システム。遠霊小規乱日本のレッドデータ検索システム。台湾小規乱日本のレッドデータ検索システム。ありがとうございます。